かけらです。YouTube ユーザー様からのコメントで、YouTube の座布団あるんじゃないかっていうことなんですけれども、違います。T シャツなんですよ。YouTube の、セミナーに出た時に、いただいたんですけれども、すいません。T シャツです。今日は、すいません。セブンイレブンさんの、とジョージアさんのコラボレーション缶コーヒー、プライベートリザーブのブラック版ですね。なぜか、ボトルタイプになっちゃってるんです。これだけの動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。ジョージア、プライベートブランド、蔵出し、熟成豆のコク、ブラックで無糖ですね。こちらの方に、プライベートリザーブの説明記載ございます。それではしましょう。まず原材料名、ご一緒にご覧いただきたいと思います。コーヒーと香料ですね。その下、エネルギーの方は0キロカロリー、ナトリウムは20ミリグラムということです。はい、こちらがセブンイレブンさんとジョージアさんのコラボレーションプライベートリザーブのブラックの中身なんですが、やはりちょっと薄いですかね。それでは味の方をチェックしてみたいと思います。なかなか、そうですね。まず、なんかそうですね、薄くはないんですけれども、濃くもなくてちょうどいい感じで、コーヒーの香りは、ジョージアさんが使っている独特の、風味ですね。いい香りがしてまいります。で、お味の方なんですけれども、渋みと苦みが最初口当たりにあるんですけれども、だんだん、喉越しに消えてなくなっていって、まろやか、最後はお口の中がまろやかになるっていう感じですかね。なかなか美味しいです。豆がいいんでしょうか？ちょっと僕からチェックしてみます。うん。ブラックって言ったら苦くて、渋み、酸味が強くて、苦いっていうイメージがあるんですけれども、これ全然そんなことなくて、まあコーヒーにちょっと慣れてるっていう部分もあるんですが、全然普通のブラックコーヒーよりもブラックデッセーみたいな、そんな作りじゃなくて、すごい優しい感じのブラック、コーヒーブラックコーヒーテイストになってます。なかなか、そうですね、こだわりのある作り方してるんではないでしょうか。すごい変わったまろやかな味です。美味しいです。それでは方々ですが、失礼させていただきたいと思います。